こんにちは、かなです。今日は新しいお洋服の、でも直しですか、サンプル打ち合わせですかね、打ち合わせに来てます。もういくつかサンプルは仕上がってるんですけど、それをどうするかっていう感じですね。ここの部分、なんか分かりますか？あとここもです。なんか伸びないタイプの。あ、確かに確かに。こことかはすごく綺麗、胸周りとか。胸周りとか、全体のシルエットはなんか綺麗そう。はい、ちょっとだけど、もうちょっとこれ裾広がった方がいいんですかね。裾広げましょうか。なんか足さばきが、はい、ちょっと、ちょっとあれですね。結構出していいのかな。ここの部分がこう、なんかさ、ウエスト位置がちょっと高すぎない？はい。もうちょい下でいいんだろう、ウエスト位置ちょい下げ。で、ポケットはここに。下すぎる感じ。下すぎる。ポケット下すぎる。もう3センチ上げようか。ポケットは、なんかもうちょっとここが上がった方がすっきり見えそう。あとここの横のところって裏もう絞れない感じ、うん、絞れるかな。もうちょい後ろいける。もうちょい後ろいける、うん、前はそのままだけど、うん、後ろはいける。行きまーし。こうちょっと出てきて、ヒップ周りはちょうど寸法良さそう。お尻はいい感じ。お尻はいい感じ。後ろのウエストが削りたい感じですね。よし、じゃあ外出ます。はい、お願いします。あ、でもしっかりホールドしてる感じかな、はい、で胸に乗っちゃってるのを落とせば大丈夫そう、はい、すごいいいです。綺麗な感じ。この下なんかちょっとさ、あのなんかちょっと派手めのものとか着てる、はい、なんかでもふわっとしたスカートだったらいいですよ ね、 なんか柄物とか色綺麗なスカートとか入ってたら可愛いだろうな。この前私これ合わせたんですけど、このペア可愛いですよ ね、 ね。なんかこれがレースとかだったらすごい可愛い、ね、あ、確かに、うん、レースのも欲しいですね。ね、白可愛いな。アライは可愛いんだな、はい、可愛いんですよ。そうなんですよ。腕のここがきつそうね、はい、これがもうここから上がんなくて、上がんないのね。可愛い。で、ボタンの種類やりすぎ、これ。あ、ボタン大好きです、これ。はい、綺麗。よかった。めちゃくちゃ可愛い。ね、この動けない。毛回し、これもちょい出した方がいいか。ちょっと絞りすぎだよね。なんかあの、デニムのやつより、ちょっと下げてる、はい。ちょっときつそうな気がする、うん。後ろヒットがきつそう。どうかね。この出すとあれかな。コロケはだってそんなそうやっては使わないもんね。多分ちょっとスマホ入れる時とかに、はい、ここの奥に行っちゃうともう取りにくいですね、うん、なんか別にウエスト切り替えなくてもいいかね。うん、なんかこの前ここまで締め自分で締めなかったんで、あーね、なんか全然フォームが変わりました。それって買った人締められそうな、二の腕ここがきついんだって。もうここから行けないんですよ。ここ行けないの。下ここのここまで行けるんですけど、うん、ここから上げる時に、あ、本当だね。この腕がもうこう詰まって、腕のこのサイズがちっちゃい感じです。こう出せば収まるのかな。袖丈はどうなんだろう。このぐらいでいいのかな。丈もうちょっと長い方がいいんですかね。なんかね、ちょっと中途半端かな。いや、その自分で着れない問題が一番問題。はい。そうなんだよね。腕がもうちょっと動けば。結構さ、ここの運動量がちょっと少ない。うん、なんか、うん、ファスナーがちょっとグッていない。そうで、そこ出して袖も出して。ウエスト気になるかな。はい、ちょっとブカブカ。これ以上この生地は難しいかもな、うん、伸びる生地ならもうちょっと攻めれるけど、うん、その腕のことがあるから、この部分がもうちょっとしぼんでくれたら嬉しいですね、うん、ちょこっと入れようか。じゃあ了解、うん、今もなんか僕の目からすると後ろまあ綺麗かなと思うから、どうしても多分ここで削っても横から見るこれが変わらない、うん、かもしれない。まあ、ちょこってやりますね。お願いします。え、かわいい。今までのやつよりは自然だから、うん、多分、はい、触れるとは思う、うん、じゃあそこはそのまま、はい、お願いします。かわいい。はい、かわいい。かわいい。似合っている。腕がこれもう色決まってるから、はいはいはい、白、はい、さっきの色で大丈夫。3種類前決めたのがこの色と、うん、この色とこのブラウン、うんうん、あの日はちょっともうちょい高級感のあるやつがいいかなと思って、うん、かわいい。もう1色かもう2色かもう決めちゃってほしいけど、うんうん、私はでもこの白系やっぱり毎回欲しいですけど、うん、みんなどうなんですかね。でも自分が欲しいんでいいんじゃない。さんの方がこの模様が見えてかわいい気がしますね。ちょっと黄色っぽいし、うん、こんぐらい色入ってれば逆になんか白いアウターとか着てもかわいいもんね、うん、確かに。じゃあこの3色に生地がこれが一番おお軽そう、はい、
確かに。これも作ります。お願いします。可愛いこの生地やっぱり。ね、こっち見といた方がいいよね。どの辺つけますかね。真っ白にするか、なんかこういうのつけると落ち着いてる。はい、こっちの方が裏地っぽい。あ、これ綺麗。これにしますか。はい、こういうのがいい。なんか細い方がなんか、うんうん、物としては可愛いのかなっていう気がしちゃう。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。みなぎる女子力とアドレナリン。